というわけで北太郎っす。今回はですね、EG みたいなファズの音を出したいんだけど、どうしてもなんか違うんだわと。で、EG モデルのファズを買おうかなって探してみて、値段を見てそっとじ。という人も少なくないと思います。確かに、EG モデル買えば、終了の話ではあるんですが。でもちょっと待ってほしい。EG モデルが出たのって2010年とかですね。ということは、少なくとも、我々がアルバムで聴いてきたほとんどの EG のファズは EG モデルではなくて、オールドのファズフェイスなわけです。そして、EG モデルの開発者、ジョージ・トリックス氏による、EG は、バイアスをかなり低くしたファズが好き、との情報を得ました。ということは、ファズフェイスクローンでバイアスを調整することで、EG っぽい音が出るのではないか。そう思い、バイアスの沼へと向かったのでした。手持ちのファズでバイアス調整ができるのは地味編モデルでした。蓋を開けて、基板を裏返すと、小さいネジが2つ。これがバイアス調整トリマーだそうです。トリマーを左に回すと、音がブチブチ切れる状態になるのを確認しました。トリマーが2個あるので、2つの設定を試します。設定1、VR1 を右に回し切り、VR2 を限界まで左に回す。設定2、VR1 を左に回し切り、VR2 を限界まで左に回す。それでは、EJ 本人が、オールドとおぼしきファズを弾いている音と比較していきます。EJ は、バッファ効果を狙って、ファズの前に TS をつなぐ説もあるので、一緒に比較していきます。というわけでいかがでしたか。まずこのファズはバッファなしの方がいいみたいです。その上で設定2のゲイン適量がいいのではないでしょうか。 EJ モデル買えない人はぜひ試してみてくださいね。そして前澤さん、ヒカキンさん、全国の恵まれない EJ ファンに EJ モデルを買ってあげて